いつか女性で発がゼロになる世の中を目指してあらゆる女性発をご紹介していますフェックネオです。さあ、今週のフェックネオを担当してくれるのもこの方です。清水さん、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、今日はもう在宅で一生懸命働いています、はい、で今日ご紹介したいのはこちらの方です。はい、どなたでしょう。はい、清水さんでは、あ、私じゃないですね、はい、私何の発でしょう、はい、あ、来ました、はい、はい、こちらですね、はい、フィールズ賞、まあ、数学のノーベル賞ですけれども、うん、先月7月に、2022年 の, あの受賞者の発表があったと、うん、いうことでした。 4名の方が受賞されたんですけど、今これはあのの、まあ、世界数学協会 の, あのホームページに載っている受賞者の方の一人で、はい、マリナ・ビアトフスカという方ですね、はい、スイスの大学の教授されている方ということで、まあ、はい、あのいわゆるこう充填というなんですものなんですけども、空間があってそこに物を詰めるのに効率的なものは効率的な方法は何かという話をするんですけれども、あの、まあ、引っ越しの時にあのなんですか、引っ越し屋さんが段ボールタダでくれるのでとかってそういう話ではなくて、まあ、そういう話もあるんですけど、はい、彼女の場合はあの4次元とか28次元とかちょっと違う全く違うあの空間の中での充填をやっていると、いうことです。あの1936年からフィールズ賞はあの毎年しあの4年おきにですね発表されて、はい、はい、いるんですけれども、うん、実際にはですね、あのビアゾフスカあの教授はあの女性としては、まあ、ウクライナの方なんですけれども、はい、あの受賞女性の受賞としては2人目ということになります、ね、この方は2人目だったということですよね、はい、はい、実は2014年に最初の女性の方が受賞されていまして、これはワールドマーケッツの受賞力向上委員会のでもあのご報告したんですけれども、はい、マリアム・ミルザハニさん、スタンフォード大学であの教授されていた方で、実は2014年に受賞、2017年に乳がんでお亡くなりになっているという方なんですね。です、この方は局面の中で の, あ の, のものの動きというのをあの研究された方ということで、まあ、YouTube なんかでですね、彼女のスタンフォードの授業が あったりとかしますので、ちょっとご覧になると、はい、全然わけわかんないと思うんですが、はい、まあ、こういうふうにね、なんかあの何を考えてるかわからない数学女子ってたくさんいるんですよ。でフィールズが、まあ、もうこの長い歴史の中で2人しかあのフィールズ賞を女性に与えていないというのはちょっと問題があるというふうに思うんですけども、はい、じゃあ日本の理系女子は何ですかっていうところがあるんですね。日本の理系女子、ほう、はい、うん、で日本、まあ、ちょっとあのなんですかね、なかなかこう理系のところに進むと思ってもなかなか行けない、そういうスペースがないというふうなところが日本にはあって、はい、もう一つはやはりあの、まあ、性的な問題であるとかいうようなところもあって、うん、あの女性優先電車みたいな感じでちょっと女性を優遇した理系 の, あの環境みたいなところが必要と、あるんですね。実際にこう動いてるんですよね。そうです、そうです、はい、なのであの女子校であるとか女子大であるとかっていうのはすごいそういう意味ではあの理系女子にとって重要なんですけれども、理系をやってる女子大っていうのはなかなかないというのが事実なんですね。なるほど、はい、はい、で実際には例えばお茶の水女子大にも理工学部ありますし、奈良女子大にも国立なんかでですね、はい、理工学部あるんですね。で今こちらのページは奈良女子大、今年、はい、今年度から工学部新設したんですよ。今年度から、はい、40何名 の, あの、まあ、女学生の方が入学されたということで、あのそのホームページなんですけども、はい、このホームページはもうちょっとデザイン性を上げた方がいいような感じをしてるから 何に物申してるんですか、この時間がない時に。そういう意味ではちょっとあれですね、理系女子はかっこいいです。理系女子が日本を変えるというところもありますし、うん、まあ、彼女たちがですね、はい、いかんなくその才能を発揮できるというふうなところっていうのは、おそらくそういう環境はやっぱり、うん、作っていってあげなければ、残していってあげなければ、提供していってあげなければいけないと、うん、なのかもしれないんですけれど、なるほど、はい、まあ、理系女子がこう学べる場所としてということですね。そうですね、うん、あのそれを担保していく、はい、まあ、ちょっとあの電卓とか強い理系女子のかけらではあります清水さんですが、どうですか、はい、今日はちょっとあの心細いので清水さんの代わりに私の相棒のカリキュレーター電卓を置いておきました。電卓くんが電卓くん、ちょっと僕私物じゃないんですけどね、はい、はい、なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、というわけで、はい、やりにくかったですけど、はい、かもしれませんが、いやいやいや、清水さん本当にお疲れ様でございました、はい、ありがとうございました、はい、というわけで、清水さん自宅から、ご出演いただきました。あっという間に金曜日お別れの時間となりました。清水さん、もう一度映像だけいきますでしょうか。いけないですかね。あ、いけそうにない、あ、いけました。というわけで、さよならは一緒にしたいと思います、はい、皆さん素敵な週末をどうぞお過ごしください。また月曜日にお会いいたしましょう。ここまで金曜日のワールドマーケッツ、新宮志保と清水明夫さんでお届けしました。言っちゃった、さよなら。